お父さん、お母さん、長い間お世話になりました。私は YouTube の嫁になります。そんなわけで2020年12月10、今日は何日かな、わかんないけど、ようやく1年かけて YouTube 再生、総再生数4000時間に到達して、YouTube の収益化が可能になりましたの舞を踊っております。はい、もうすぐ来年40です。やばい。ただまあ一つ気をつけたいのが、 YouTube でお金をもらうということはイコールやっぱりプロということなので、ちょっとふんどしとケツの穴を締めてかかりたいなと思います。それでは今日の動画行ってみたいと思います。レッツゴー。はい、どうもケムシでございます。初めての方は初めまして、昨日来た人は昨日ぶり。ようやくですね、私のチャンネルも収益化が可能になりましてですね、これからね、皆さんの元に届ける動画に鬱陶しい CM がね入ってくるかと思うと、ゾクゾクしてきますけれども1年かかったからね、4000時間行くのに。そんなわけでですね、私たまに TikTok なんか見たりするんですけれども、その TikTok でね、おすすめの動画っていうのが流れてくるんですよ。でそのおすすめの動画で、植松陽介さんという方の、会いたいけど眠たいという曲がですね、ちらっと流れたんですね。でもビビビッときまして、これはひょっとしたらものすごい名曲なんじゃないかと思って YouTube で検索したところ、フルのミュージックビデオが上がっておりましたんで、そちらをですね、ちょっと今から見てリアクションしていきたいなと思います。いやー、マジでね、めちゃくちゃ分かりみがすごいから、サビしか聞いてないけどね、あもう分かるってなった。サビだけで髪が変やな、なんかな。もう最近はちょっと薄毛にね悩まされ、はい、ということで早速会いたいけど眠たい見ていきましょう。ちょっとなんかこう鈴木雅之さんみたいなね、なんか渋い見た目をしております。なんか流行ってんすかね。お、なんかね、こうファーストテイクみたいな感じで撮るの流行ってんすかね、最近ね。映像綺麗だな。辛い。3時間しか寝てないですから。いや、ちょっと今回止めながらやりますけど、なんだろう、めちゃくちゃ明るくないですか、その会いたいんだけど眠たいのよ。ないですか、そういう経験。めちゃくちゃね、好きな子に会いたいけど、昨日も仕事で今日も朝まで仕事なんか飲み付き合って、もうめちゃくちゃ眠いけど会いたいんよね、目シパシパしてるけどっていう。なんだろう、この歌がうまいからさ、逆に面白いみたいなとこはあるじゃない。これ俺が歌ったとしてもね、そんなに多分こう響かないと思うんですよ。やっぱね、歌唱力がちゃんとある上で
真面目なんだけど真面目にふざけてるっていう、ふざけてんのかな、でもしばしばしてるとかは多分ふざけてるとは思うんですけど、まあ非常にいい、いいいいいい、非常にいい、好き。あ、眠たいんだ歌ってる本人がもう眠たいんだね、なるほど。歌ってないしね、もはやカフェインを取る。いやちょ待って、めちゃくちゃわかるくない？俺もあるもん、その途中まで打ってなんとかさ気をつけた藤子みたいなね、途中で変な文字を打ってしまうという、すごいな、着眼点が素晴らしい。曲いいな。いや、いい曲だよこれ。ね、寝た、ね、歌の途中で寝たんだけど。いや、もうどうしようもないんだろうな、眠さがな。寝たよ。終わり？あ、コーヒーができました。いや、面白いな。素敵だな。眠気を覚ましてね、そうそう、ヘッドホンつけて歌おう、うん。おや、うん、はいはい、気づきました、皆さん、あの最初会いたいけど眠たい、眠たいが勝ってたのに、今もう後半になって会いたいが先に来てるんですよ。眠たいけど会いたいんだに、こし心理がね、こう変化してってる。これはね、素晴らしい。まあ僕もよくありがちなんですよ。1番で書いたことを2番でひっくり返すっていうことは僕結構やるんですけど、TPK やってる時もね、結構ね2番でそれ使ってたりしたんですけれども、やっぱみんなやるんですね、この方法ね、うん、素晴らしい。でもやっぱシパシパしてるんですよ。いや、素敵。
これなんでなんですかね、手がポカポカすんのね。陽介さんの会いたいけど眠たいミュージックビデオでございました。いやー、なんやろうな、あのバカな曲だけどすごくピュアだし、メロディーとかね、やっぱ BGM バックグラウンドミュージックが素敵ですから、ちょっとなんかおバカなんだけど泣きそうになるけど、なんか泣いたら負けな気がする。なんかすごくね、不思議な歌でしたね、いや僕もこういう歌作りたいですね。僕らが書くとなんかもうストレートすぎて、もうね、眠たいけど眠りたい、眠たいけど眠りたいみたいなね、なんかそういう、なんかちょっと工夫が、やっぱ創意工夫が足りないな俺らには。なこれね、相方がこの動画見てるかどうか分かりませんけどもね、ぜひともね、やっぱこうもうちょっとひね、ひとひねり、ふたひねり、3ひねりぐらいね、やっぱり聞かしていかないとダメでございますね。はい、そんなわけで会いたいけど眠たいのミュージックビデオのリアクションでございました。またチャオマンガイ。告知、2020年12月19日土曜日午後19時からツイートキャスティングにてケムシオンラインライブひとり遊びフェス2020が開催。チケットは絶賛発売中。動画の概要欄に URL が貼ってあるので、そちらからチケットを購入してぜひとも遊びに来てください。あんな曲やこんな曲、誰も知らないいろんな曲、なんかわかんないけど楽しそうな曲、いろいろあるんで、みんなで遊びに来てね。